内山達夫8月28日から1990年8月30日は日本の理論物理学者、大阪大学名誉教授、重力場を含む一般ゲージ上の創設者である。1954年頃までに、ヨーブリ、ヤスシ、ロバートミルズとは別に重力と電磁力を結びつける一般ゲージ理論の研究を完成させていた。 同年京都大学基礎物理学研究所でのワークショップで発表したものの反応は否定的で指示を得られなかった。国外では、ボルフガング・パウリが1953年には非化観ゲージ理論を完成させていたが、こちらもゲージボソンに質量を与える方法がわからないという理由で論文発表を控えていた。このため、 1954年10月のヨーとミルズの論文に対して発表が遅れ、プライオリティは得られなかった。プリンストン高等研究所へ赴任直後にヨー・ミルズの論文を知り愕然とし、一時発表を放棄するが気を取り直しゲージ上の一般論として論文をまとめ直した。1955年従来にフィジカルレビューに受理され、翌1956年に出版された。 その後は、大阪大学において、一般相対性理論や場の理論の講義を通じて、後進の育成に努めた。翻訳書の序文で、昔から、他国の学者の書いた書物の翻訳書を出すようなものに、一流の学者はいないと、相場が決まっている。したがって、本書を出すことは私にとっては誠にプライドを、傷つけることで、本来なら、したくないことである。と述べている。 自分の生涯の目標であった、アインシュタインやディラックをついに追い越せなかったのが、残念だと10回死の床にいながらも手近の紙幣を利用して計算した後があった、のぶ13位。ありがとうございます。